世界一流のエンターテインメントブランドになれる可能性に満ち魅力にあふれているが、テレビ放映未開発の世界的なモータースポーツというものをご想像いただきたい。世界14カ国4大陸にわたり繰り広げられる最も過酷な環境で人とマシンが対峙し、五感を激しく揺さぶるハイパフォーマンスに観客は見せられるのだ。大衆向け市販車をベースとし高度にチューンアップして WRC 参戦のために製造されたマシンで戦う世界最高のドライバーたちがいる。公道上走行の交通規制の限界まで革新技術が詰め込まれたマシンたち。ドライバーたちがファンの身近にいるということに何百万という FIA 世界ラリー選手権のファンたちは否応なしに魅了されてしまう。これこそが今までなかったほどの変化を遂げつつあるスポーツなのだ。ラリー世界選手権は以前と変わらずリアルなものだが、その映像提供の手段については慎重に分析され検討され、そして根本からの価値の見直しがなされた。その結果は執権のテレビ番組、それは世界ラリー選手権 WRC の真に世界的な21世紀における表現手段である。世界ラリー選手権とは真のヒーロー、現実の道路、そして真の伝統のことであり、最も厳しい秒針との戦いである。鍵となる日は平均1600キロ以上の一般道でつながれた25カ所以内のスペシャルステージでの秒針との戦いが開催される金曜、土曜、そして日曜である。 WRC 世界ラリー選手権にとって世界中の道がその舞台である。1月から11月までモナコの山に始まり、ケニア、アルゼンチン、オーストラリア、そしてグレートブリティンで最終戦を飾る。考えられる全てのドライビングコンディション、環境、ロケーション、そして開催地の文化との出会い。雨の日も晴れの日も、また昼も夜も、砂地から凍結路へと、また低速から超高速へ。そこで目にするものとは、世界ラリー選手権の全てのドラマを伝えるために我々は広範囲な編集済み映像を週末スケジュールで提供する。木曜はラリースポーツの全領域にアクセスし、あらゆるアングルからラリーに関連するエンターテインメントや情報、そしてプレビューを盛り込んだラリー XS ライフスタイルマガジンショーで幕を開ける。金曜、土曜、そして日曜は毎日26分間のハイライト番組をイベント地域タイムの午後8時半にサテライトで配信。また5分間のニュースフィードバックもある。ラリー終了後の月曜はまだ余韻が残るうち総集編52分番組を提供、そしてシーズンレビューとシーズン半ばおよびシーズン終了間際レビューも提供する。 ISC の TV クルーチームは各ラリーサービスエリアに隣接する国際放映センターをベースにしている。あちらこちらへと素早く移動するデジベータカメラが映像を捉え、さらにヘリコプター機上のウエストカムとトップ14台のラリーカーに備えられた最新鋭車内搭載カメラで、我が TV チームは各レースの興奮、表情、感情を伝えるために真の最前線で活動している。多分世界で一番大きなスポーツライブイベントだろう。1650万人が世界ラリー選手権を見に来るんだ。我々は人々がリビングルームにいながらにして彼らが道路のそばに立って実際に感じることを伝えることができる。我々はこのイベントを基本的には変えていない。観客とのコミュニケーションの方法を変えるんだ。彼らとのコミュニケーションは良くなってる。生のイベントを伝えているんだ。現在開発中のものはラリーカー車内の様子をライブで伝える伝送装置である。これらの装置がドライバーの進行タイム、スピード、ギアチェンジ、そして心臓の鼓動までも伝えてくれる。
またバーチャル視覚装置によってラリーコースと周辺地形のシミュレーション航空撮影の提供を開発中である。この視覚の改革は2分ごとにスタートする各社のパフォーマンスを直接視覚できる同時走行シミュレーションをも可能にする。来年にはライブ放送を予定しており、さらに近々に記者の視聴者が各自好みのカメラアングルとコメントの選択ができるインタラクティブ機能を持つ編集を提供できるよう計画している。そして重要な制作パートナーの皆様には WRC 現場のサービスパーク内の ISC のケータリングや事務所、そしてユニラテラルなサテライト送信設備を含む編集録音施設を提供する。これらの驚異的技術の進歩は WRC を誰もが見たいスポーツにし、視聴者たちを各イベントに完全に取り込んでしまうだろう。雨が降ろうが照ろうが、雪でもみぞれでも霧であっても、 WRC はあなたに、あなたの TV ステーション、そしてあなたの国に確かな見応えのある TV 映像をお届けする。 WRC 世界ラリー選手権の革命的動きに加わり、あなたの TV ステーションに世界ラリー選手権を加えたいとお望みなら、どうぞ今すぐ私たちにご連絡ください。